オコリオン寺は兵庫県伊丹市にある浄土宗の寺院。基本的には非公開。オコリオン寺は改装以来伊丹の地を動いていない。改装当初はオコリオン案と称された。有岡八景に読まれた野村の番章で知られた名称があった。ただし戦時中に供出されたため現存はしない。境内には大きなクスの木の木がある。1965年11月8日指定。 造百170.3センチメートル。右手には尺状を持ち、左手には蓮の花を刺した水亀を握っている。室町時代以降の類型化と考えられる、長谷寺本尊式の十一面観音像。タイ部は前後に歳からなる、余石作りで、目は玉眼。像には黒漆が塗られている。次元では、この像は、享法20年10月に、 東照大寺より移されたと記されている。1965年11月8日指定。造十84.0センチメートル。膝の前で両手を重ね、親指の先を合わせる、崩壊転移を結ぶ大造会の像。構造はヒノキを前後に材に寄せる、寄席作りで赤茶色が塗られている。像の作風は、鎌倉時代の送風彫刻によく見かけられるもので、あるが、 銅が沈んでいたり、絵紋の表しから南北朝時代の造流だと考えられる。1996年8月22日指定。造高148.0センチメートル。この像は三面大国の副陣をイメージしており、当代の大国天像としては異例の大作にあたる。江戸時代の物師による日の木を主とした寄石作りで作られている。造形作品としても優れており、 歯を見せてにやり、と笑う顔の生々しい表情や、大黒点を極端にデフォルメされた姿である。法歴年間に、大阪町町の美写問答から移されたと伝えられている。この文化財の項目については3月31日、伊丹市教育委員会の記述による、兵庫県伊丹市春日が9の7ありがとうございます。